今日も握手会楽しみだね、オタクくん。そうですね。ですが私の名前はオタクではなくオタクだです。俺の名前は伊藤健二、アイドルオタクの大学1回生だ。今日は友人のオタクダくんと地下アイドルミラクルエンジェルの握手会に来ていた。まだ知名度の低いグループだけど、俺にはどうしても応援したい子がいる。またあなたなの？彼女はリナリナという名前で活動している俺の推しだ。いつもクールでファンにも冷たいので、握手会の列に並んでるのも俺だけらしい。私推しの物好きなんてあなたくらいよ。たまには他の子に行けば。俺には君しかいないよ。リナリナってすごく歌上手だし、ステージ上で踊ってる時もすごくかっこいいもん。そう、あなたって本当に変わり者ね。もしかして照れてる？やっぱり可愛いな。そんなある日のこと、人生を揺るがす事件が起きた。彼女が今日からうちで働くことになった小川里奈さんだ。で、なんでリナリナが俺のバイト先に？あなたは？おや、知り合いだったのかい？なら仕事を教えてやってくれ。部活だったわ。まさかあなたがいるなんて。どうしてバイトしてるの？人見知りを克服したいの。グループ内でも人気がないのは笑顔が苦手なせいかなって。カラオケ店で働けばそういうの克服できると思ったから。じゃあ潮対応なのはわざとじゃなかったんだ。うん、本当はもっと明るく振る舞いたい。じゃあ俺もリナリナが人気アイドルになれるよう協力する。うん、応援してくれるのは嬉しいけど、人気になるのはアイドルの仕事。ファンは楽しむことだけ考えててくれればいいわ。やっぱり芯が通っているところもかっこいいな。それでも力にはなりたいし。なら笑顔の練習は付き合うよ。いやだから。あくまでも接客のためだよ。笑顔は接客業の基本だからね。それもそうね。じゃあお願いします。それじゃあ笑顔で挨拶してみよっか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。まだ表情が硬いね。でもそういうところも可愛いよ。いや今はそういうのいいから。どうやれば笑顔を作れるんだろう。自分で口角を持ち上げてみるのはどう？かあ、あ、不器用なところも可愛い。それってできてないってことじゃ。でも可愛いよ。あなたじゃ練習になりそうにないわ。店長に代わってもらう。ごめんなさい、真剣にやります。十数分後。どうしてこんなに表情筋が硬いのかしら。あんなにほっぺた柔らかそうなのに。私ってアイドル向いてないのかも。何言ってるの。リナリナほど可愛い子なかなかいないって。笑顔になったらもっと可愛いと思うけど、今でも十分可愛いよ。それに信念があるところもかっこいいし、人としても尊敬してる。俺にとって君は世界で一番の。もういいってば。さっきから褒めすぎ。それ以上恥ずかしいこと言わないで。照れてるリナリナも可愛い。それとバイト中は普通に名前を呼んで。もしグループのファンの人が来たらバレちゃうかもしれないし。わかったよ小川さん。でも笑顔が苦手なのにどうしてアイドルになったんだろう。聞いていいのかな。その後も笑顔の練習をしながらバイトすることに。リナリナは真面目で仕事を覚えるのも早い。仕事の合間には笑顔の練習も欠かさず努力家なのが伺えた。そんなある日のこと。まさかライブ当日に病院に運ばれてしまうとは。何があったの？今日はカレンちゃんの誕生日なんです。ライブ前に験担ぎにと自分でカツ丼を作って食べてたのですが、火の通りが甘かったようで。ああ、それで食あたりに。でもやっぱり今日はライブに行かねば。グイッとねって。オタクダくん、ちょっと無茶したらあかんですって。
どうやら私はここまでのようですね。ケンジ氏、最後に一つだけあの子に伝えてほしい言葉があるんです。まだ諦めちゃダメだ。いえ、せっかくの彼女の誕生日にこんな情けない姿を見せるわけにはいきません。ですから私の代わりに誕生日おめでとうと伝えてください。わかった、君の気持ちはちゃんと伝えるから。私はいい友達ができて幸せ者ですね。ではあとは任せましたぞ。ガクッ、オタクダくん。何やこれ。数時間後、いよいよ握手会だな。リナリナのところに行きたいけど、一日に一人しか握手できないし、これも親友のためだ。リナリナにはバイトでちゃんと事情を説明しよう。次の方はどうぞ。あ、はい、よろしくお願いします。はい。彼女はオタクダくんの採用してグループのセンターを務めるカレンさん。グループ内で一番人気のある子だ。あれ、君ってリナちゃん推しの子だよな。はい、今日はオタクダくんが来られなくなったので伝言を伝えに来たんです。誕生日おめでとうございます。ありがとう。彼にもありがとうって伝えておいて。まあ私は君にも感謝してるんだけどね。え、どうして。リナちゃんってさ、うちのメンバーの中でも一番の努力家なの。練習は誰よりも早くから始めてるし、みんなが休憩してる時も一人でずっと練習してるんだ。だからいつも歌もダンスも上手なんだな。それとね、私たちの曲って歌唱パートと振り付けがメンバーごとに違うでしょ。普通は自分の担当だけ覚えればいいんだけど、リナちゃんだけは全員分覚えてるの。メンバーに何かあってもすぐカバーできるようにってね。優しいんですね。だからね、リナちゃんもたくさんの人に応援してほしいなっていつも思ってるんだ。だから応援してくれてる君にも感謝してるってわけ。これからもよろしくね。はい、任せてください。やっぱり俺がリナリナを支えてあげないと。嘘でしょ。数日後。どうしてそんなに離れてるの。いつもこのくらいじゃない。それよりこの間はどうして握手しに来てくれなかったの。実はあの日カレンさんと握手してたんだ。じゃあやっぱり。あの日は友達が病院に運ばれちゃって行けなかったんだ。それで伝言を頼まれてカレンさんの方に行くことになってさ。なあ、でも友達は昨日退院して。私がもっと早く動いてればこんなことには。そうだったのね。で、小川さん大丈夫。でもカレンちゃんのファンが増えること自体は友達としても嬉しいし。注文の電話かな。私が行く。大丈夫。このくらい平気。危ない。ごめん。ううん、あなたは助けてくれたんだし、ありがとう。まさか感謝されるなんて。でもなんかぼーっとしてたような。どうしたんだろう。それから数日後。あれから数日経ったけど、リナリナの様子どこか変なんだよな。ついにファンミーティングですね。今日はミラクルエンジェルのみんなが持ち歌の振り付けを直接教えてくれるそうですよ。最後にはファンたちと合わせてダンスするとか。って何か考え事ですか。うん、なんでもないよ。そうですか。では私はカレンさんの方へ行ってきますね。うん、じゃあ俺は。リナリナ、どうしたの。違うの、別にあなたの邪魔するつもりはなくて。ごめんなさい。うん、俺もリナリナに教えてもらおうと思ってたところだし。本当。なんか嬉しそう。仕方ないわね。じゃあ私が教えてあげる。違う、そこの振り付けはこうやって。待って、距離近くない。気のせい、
いいから私の言う通りやって。十数分後。うん、だいぶ良くなった。こんなにダンスが難しいなんて思わなかったよ。これを踊りながら歌ってるなんてやっぱりすごいね。私はすごくないわ。私ね、たくさんの人を笑顔にできるアイドルに憧れてたの。どうして？小さい頃から地味で暗くて友達もいなかった。でもアイドルはみんな輝いてて、私には持ってないものをたくさん持ってたから、私もアイドルになればあんな風に明るくて友達も増えるのかなって。だけど現実は違った。うまく笑えないし塩対応だって思われてる。そんな私が応援してもらってもいいのかなって不安で、だからあなたにも他の子のところに行けばって言ったの。そういう意味だったの？てっきり塩対応されたのかと。違う。私いつも言葉足らずで誤解させちゃうの。あなたにも冷たい態度取って誤解させて本当にごめんなさい。やっぱりこんな私が人気になるのは難しい。そんなことない。きっと大丈夫だよ。たくさん頑張ってるし、いつか努力が報われる日が来るよ。ありがとう。その後ミラクルエンジェルのみんながステージに上がった。ファンも彼女たちと一緒に覚えたばかりのダンスを踊ることに。リナリナもグループの端で歌っていたけど、今は目立たなくてもきっといつかセンターに。今俺にウインクしたよな。いつもは目も合わせてくれないのに。いや、勘違いするな。俺今日はファンミーティングに来てくれてありがとう。最後にお知らせがあります。ぶ、実は新曲ができました。次のライブで歌う予定なので次回も来てね。新曲か、楽しみだな。数日後。この間のファンミーどうだった？私なりに喜んでもらえそうなことしたんだけど。なんだ、距離が近かったのはファンサだったのか。もちろん最高だったよ。あの調子ならきっとファンも増えると思う。そう、ならよかった。それじゃあ今日もバイト頑張ろうね。うん。って今日なんか近くない？そんなことない、いつもこのくらい。いやいや、やっぱりおかしいって。その後もやけに距離が近かった。さらにはバイト終わりにも途中まで一緒に帰ろうと誘われる日が続き、一体どうしたんだこれ。そんなある日のこと。明日はいよいよ新曲発表のライブか、楽しみだな。で、どうしたの？今日はため息多いけど。カレンちゃんが今日の練習で怪我しちゃったの。え、大丈夫なの？うん、大した怪我じゃなかったみたいだから。でも明日のライブには出られないって。じゃあ明日はセンターなしでライブするの？ううん、明日は私たちの結成1周年の記念ライブだし、センターがいないままじゃ寂しいからって。私が代役に選ばれたの。カレンちゃんが指名してくれて。え、私たちの曲、歌詞や振り付けがメンバーによって違うの。でもできたばかりの曲だからみんな自分のパートしか覚えてない、私以外はね。そういえばリナリナは全員分の歌詞と振り付けを覚えてるってカレンさんが言ってたっけ。でも人気がない私がセンターでも大丈夫なのかな。ファンのみんなをがっかりさせちゃうんじゃ。そんなことないよ、きっと君ならいけるって。どうして応援してくれるの？それはもちろん、俺の推しはリナリナだけだからね。え、推し変したんじゃ。え？だって握手会の時にカレンちゃんのところにいたじゃない。それは友達が行けなくて代わりに伝言を伝えに行ったんだよ。そうだったの？前にも事情を話したと思うけど。そういえばぼーっとしてて聞いてなかったっけ。誤解しててごめんなさい。いや、俺の方こそごめん。何があっても俺は君を応援してるよ。きっと他のファンだってリナリナの努力を分かってくれるはずだ。そっ
か。ありがとう。頑張ってみるね。まだ不安そうだな。翌日、どうにかしてリナリナを励ませられないかな。ケンジ氏、何か悩み事ですか？実はカクカクしかじかで。なんと、あのリナさんがセンターとは。俺はリナリナを励ましたいんだ。わかりました。では私も協力しますぞ。ありがとう。その後、俺たちはライブへ。じゃあ次の曲、本当はカレンちゃんがセンターだけど、今日は私が。え、あのリナリナがセンター？大丈夫かな。やっぱり私リナリナー。伊藤君、自信を持って、君がやってきた努力は絶対に裏切らないから。ありがとう。私、人見知りで、喋る時もうまく言葉が出ないことがあるの。それでみんなに塩対応だって勘違いさせちゃってた。今までごめんなさい。わざと塩対応してたわけじゃなかったのか。俺も人見知りだし気持ちわかるかも。でも今日はみんなに楽しんでもらえるよう頑張ります。だから聞いてください。なんと、リナリナってあんな笑顔するのか。かわいい。やっぱり君は最高のアイドルだ。ライブ後、握手会が行われることに。リナリナの前には長蛇の列ができていた。すげえ感動しました。いつも塩対応だったけどギャップにやられました。人見知りでも頑張ってたのも押せる。ありがとう、みんな。すごい人気だ。本当に良かった。変化したのはそれだけじゃない。きっかけは数日後のバイトでのことだった。さて、そろそろ休憩に。そうなの。この声はリナリナ。電話中かな。私ね、やっぱり伊藤くんが好き。まずいこと聞いちゃったかも。とにかく何も聞かなかったことにして。しまった。今の聞いてた？ごめん、聞くつもりはなかったんだけど。私こそ不注意だった。でもさっきの言葉って。本当のことよ。どんな時も君は応援してくれた。私にとって君は心の拠り所なの。だから私は君のことが。待って、君はアイドルだ。アイドルとファンが結ばれるわけには。分かってる。だからアイドルをやりきった後でまた気持ちを伝えさせてほしいの。分かった。俺もそれまでずっと君をアイドルとして応援するよ。その後もリナリナはアイドル活動を頑張っている。カレンさんの怪我も治り、次のライブには復帰。新曲のライブをきっかけに、リナリナはますますファンを増やしていった。バイトの練習の成果もあってか、自然な笑顔でステージに立てるように。そうして数年の月日が流れ、リナリナはアイドルを引退した。お疲れ様。今まで応援してくれてありがとうね。それで伝えたいことが。待って、俺から言わせてもらってもいいかな。俺、リナのことが好きだ。真面目で頑張り屋な君のことがずっと好きだった。だから俺と付き合ってください。はい。じゃあこれからはたくさんギュッてしようね。アイドルだった頃全然できなかったんだもん。でももう関係ない。今までできなかったこといっぱいしよう。君のためなら何でもするよ。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。